はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思いますが、今回は、酒ではなく、シロップ、梅シロップですね。以前つけました。蜂蜜、完熟蜂蜜シロップと、完熟梅シロップ。7月10日、今年の7月10日につけた。まあ、だから、2ヶ月近く経ってますね。うん。ではまず、完熟蜂蜜シロップを炭酸水で割って飲んでみたいと思います。ね。これすでに、煮沸してあります。煮沸しないとですね、もう、ものすごかったです。泡が発酵して、もうものすごいことになってて、やばかったです。こんなもんかな。よし。そんじゃ乾杯。うん。あ、なかなか。うん。ちょっと独特な、なんだ、癖があるけど。うん。うん、美味しい。ついでに、この、梅ちゃんも、ちょっと、梅ちゃんもちょっと食べて、梅食べてみまーす。うん。うん。こりゃ、うん。柔らかくて。うん。美味しい。美味しいけど、うん。まあ、普通の、結局俺完熟じゃないタイプのを飲んだことないので、具体的にどう違うのかっていうのが全くわからないんですよね。うん。あ、なるほどなっていう。あ、これ梅シロップだわっていう感じの。まあ色がね、かなり濃いんですけど、これ蜂蜜の色ですね。うん。蜂蜜入れたからこうなってると。うん。なかなか美味しい。もう夏は終わりですけども。うん。ちなみに、レシピは、梅完熟のやつが 450g と蜂蜜が 500g なんで、まあ1対1が基本ですね。うん。蜂蜜し、あ、梅シロップの場合はね、やっぱり1対1が基本。まあ梅酒の場合でも梅と砂糖の1対1にするのが、まあ、主に、
なんではないですかね。じゃーん。これが、完熟のただの梅シロップ。蜂蜜を超えてないやつですね。うん。これは、梅の完熟が 500g。氷砂糖が 500g と、いった感じになってます。ね、だいぶ、あんまり色が濃くはないでしょう。だいぶね。さっきのに比べるとかなり薄いですが、大丈夫かな。では、いただきまーす。ん？あれ？全然甘くない。あら。沈殿してるかな？何も、ただの炭酸水みたいになってる。あれおかしい。ああ、やっと味がしたけど、薄い。味が薄いですね。梅も食べてみます。うん。カピカピやこれ。干し梅になっとる。もうカッピカピでもう、ガッチンガッチンになってる。もう出尽くしてるな、これ。うわ。これまずい。干し梅になってる、完全に。うわ。何の味もないわ、これ。何の味もないっていうか。ガッチンガッチン。こっちは微妙だな。あ、でも、あ、やっぱだいぶ沈殿してたっぽいな。うん。うん、美味しい。美味しい、ような。あ、でも、うん。こっちの方がすっきりしてるね。味が。うん。スキッとしてますね。うん。癖がない。まあ、これはこれでいいんじゃない？うん。うん。美味しい。うん。ああ。あ、美味しい。これは美味しいです。うん。なかなか。ね、2ヶ月ぐらい経てば、普通に飲めますんでね。皆さんも、もう遅いか。はい、では、まあ、四つ星だな、これやな。四つ星。うん。それではご視聴ありがとうございました。